はいどうもこんにちは、バンドです。今日はですねこんな野菜を買ってきました。早とうり130円、きゅうりの代用、酢の物、ぬか漬け、味噌汁の具ほかっていうような野菜です。早とうり知ってる人は知ってたんですけれども僕は知りませんでした。でどんなんなんだろうなと、なんかちょっとこの辺トゲがあったりとかね、なんかとっつきにくい野菜なのかな。でとりあえず安かったのと、まあ、きゅうりの代用でこんなんだったらなんか美味しそうですよね。なので今日はお漬物作っていきたいと思います。なんかこんなんですよ、これが早とうり、初めて見る。とりあえず洗っただけなんですけど、これ剥いた方がいいのかそのままでもいいのか、それすらもちょっとよくわからないんですよね。でちょっとこの辺トゲがある、だから食感がちょっと心配なんですよね。見たとこ、剥かなくても良さそうですね。これちょっとこのトゲが気になるんでたわしでこすりますか。はい、たわしでこすったんですけれどもトゲは取れない、じゃあ金たわしでこすってみよう。金たわしでこすったらなんかいい感じにツルツルになりましたね。これでいいんじゃないですかね。ではどうやって剥くんこれ、これいらんよね。これどう切んねんこれ。まあとりあえず切ってみますか。種はないですね。ちょっとだけ生で食べてみます。生はね皮が硬いです。ということはやっぱり皮むいた方がいいんかな。とにかくよくわからないんで皮付きと皮なしやってみます。売りっていうぐらいなんでやっぱり皮は食べないのかな。きゅうりはでも皮食べますよね。この早とうりの情報がねあんまないんですよね。ないことはないんですけども、あったとしてもそれが本当に自分にとっていいのか、料理に正解なんてありませんしね。結構トゲがね結構痛いっていう方でもないですけれども、なんか皮剥いててもそうちょっとトゲがねある感じがあるんですよね。だから安いのかな。皮剥いたとこ生食べてみます。あ、やっぱこれ皮剥いた方がいいな。ですね。これはまたお味噌汁かなんかに取っておきます。はい、美味しい浅漬けの作り方、刻んで漬けて揉むだけ。はい、ポリエチレンの袋に切った野菜と野菜の3分の2程度が浸るぐらいに、何ですかね、何ですかね。じゃあ冷蔵庫に入れていきます。はい、それでは試食していきたいと思います。まずこちらが皮付きですね。食べてみます。皮付きでも全然大丈夫ですよ。はい、あ、OKOK 皮付きで大丈夫。で皮なし、まあ、もちろん OK ですね。味はきゅうりとウリの間ぐらいですかね。どっちかというとウリに近いですかね。ご飯が進みますよ。ご飯が進む。ご飯取ってきますわ。ですね、皮付きはですねちょっとウリっぽい味がします。だから食べやすさっていう意味では皮はやっぱり剥いた方がいいです。まあでも僕は別に皮付きでもいいですよ。もう皮剥く手間を考えたらこのウリっぽい味を許せるかどうかって言ったら、
微妙ですね。微妙。皮付きを許せるかどうか。この皮付きを許せるかどうかですね。僕は許せる。でも皮は取った方がいいっていう人はいると思います。まあ無難に行くならば皮は剥いた方がいいと思います。リンゴの皮を皮ごと食べるほどではない。でもスイカの皮を皮ごと食べるほどではないです。そんなところですね。はい、ではバイバイ。